よし、やるぞ。食べてみてくれ。どうだ。この味誰も真似できないぞ。おじさん、それじゃあ始めるね。わあ、結構あるね。おじ、まあ、あまりしないな。ダメだよ、こまめにしないと。わ、奥に大きいのがある。取れるかな。な、こんなとこにも。よいしょ。うわ、ごめんね、その痛かった。ああ、少し痛かったな。おかげですっきりした。それに人に耳掃除してもらうなんて、昔母親にしてもらって以来久々だ。そうなんだ。私も昔お母さんによくやってもらったな。もうやってもらうこともないんだね。はるかのお母さんはどんな人だったんだ。優しい人だったよ、とっても。ちょっとおせっかいなところもあったけど、誰よりも私のことを心配してくれてた。まさかこんな早くお別れすることになるなんて思わなかった。
みりしちゃったね。いや、構わんさ。むしろ遥の本音が少しでも聞けてよかった。お前はどこか本心を隠す癖があるからな。そうかな。ああ、まあそれはお前が優しいからだろう。悪いことじゃない。ただ俺でよければいつでも話くらいは聞いてやる。それを忘れるなよ。溜め込みすぎるのも体に毒だからな。おじさん、うん、ありがとう。それじゃあおやすみ、おじさん。おじさん、もう寝ちゃった？いや、起きてる。どうかしたのか？ううん、ちょっと寝つけなかっただけ。あんなに眠かったのに急に目が冴えちゃった。ねえおじさん、おじさんは寂しくなることってある？もちろんあるさ。家に帰った時に遥がいない時とかな。そっかだが、そう感じるようになったのも最近のことだ。以前は寂しいということがどういうことかもよく分かっていなかった。え？どういうこと？早いうちに両親を亡くして、俺にとって孤独は当たり前のものになっていたからな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる？ああ、今考えると孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが自分が孤独だということにあの頃の俺は気づくこともできなかった。そっか、寂しいことも当たり前になると自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら私もそうなっていたのかもしれないね。さあどうだろうな。だがお前と暮らしていく中で俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる、待ってくれている人がいるってのはいいもんだな。これが家族の温かみというやつか。家族、私が？ああ、少し変わった関係かもしれないが、俺にとってお前は大事な家族だ。だからもしお前が寂しい時や辛い時は遠慮なく言ってくれ。俺にできることならいつでも力になってやる。まあ何ができるのかは正直よくわからんがな。おじさんありがとう。さ、そろそろ寝るか。どうだ、寝れそうか？うん、おやすみ、おじさん。おやすみ、はるか。
ほらおいで。ほらおいで。よしよし。食べろよ。